皆様こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。2023年7月8日土曜スタート、テレビ東京系新番組ウルトラマンブレイザープレミア発表会始まります。命の行方を照らすため光を明日を導け。僕らが紡ぐ果てない旅を今日も行動を狂わせ確かめてる。空の野暮さに応えてくれた君の心に触れながら、一人じゃないから胸に抱いた希望を掲げ、共に走り出して行ける。諦めないことを強さと呼んで、星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がるたび思うよ。きっと響き合う僕らの祈りのために、全てを超えてブレイザー With me ブレイザー、光よ明日を導け。遥かな時が交わり合った、あの日守りたいものがここにあると、言葉にならな声なき声がずっと僕らを待っている。確かなことなど何もわからない日々だとしても、僕らはただ信じ合える。ためらわないことを勇気と呼んで、強く手を伸ばせ眩い未来の方へ。それは誰もが描いた願い、遠く続いてく僕らの世界のために、どこまでも行こうブレイザー Take me ブレイザた瞬間を今も立ち上がるたび思うよ。きっと響き合う僕らの祈りのために、全てを超えてブレイザー、強く手を伸ばせ眩い未来の方へ。それは誰もが描いた願い、遠く続いてく僕らの世界のために、どこまでも行こうブレイザー Take me ブレイザー We can ブレイザー We can ブレイザー、光よ明日を導け。
本日は新番組ウルトラマンブレザープレミアム発表会へご来場、また生配信でのご視聴、誠にありがとうございます。さあ皆様には早速北谷ひろしさんの歌う主題歌僕らのスペクトラの初披露をなんと生歌唱でお聴きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。胸が高鳴る、熱くなる、そんな主題歌でしたよね。さあ続いてはいよいよこの物語を紡ぐメインキャストの皆様を、本日お集まりいただいたマスコミの皆様、そしてつぶらやイマジネーションで当選された宣伝隊員のファンの皆様の目の前へお招きいたしましょう。まずはこの方です。新ヒーローウルトラマンブレザーに変身する主人公にして、特殊怪獣対応区分検隊スカードの隊長ヒルマゲント役、わらびの智也さん。わらびの智也です。ウルトラマンブレザーの魅力をたっぷりお伝えします。今日はよろしくお願いします。スカードで情報収集を担当する本作のヒロインで情報活動のスペシャリスト、青部恵美役、月宮姫奈さん。じゃあ自己で。ああ入った。青部恵美役の月宮姫奈です。今日はよろしくお願いします。スカードの優秀なメカニックで独占獣アースガロンの聖獣も担当する坂東康信役、梶原颯さん。坂東康信を演じます梶原颯です。今日はよろしくお願いします。類いまれな技術で独占獣アースガロンを操縦、生身での戦闘を得意とする南杏里役、内藤好美さん。です。今日は楽しんでいてください。豊富な怪獣の知識を生かして巧妙な作戦を立てる作戦参謀で副隊長も務める名倉輝明役、伊藤祐樹さん。名倉輝明役の伊藤祐樹です。今日は本当に皆様に会うのを楽しみにしておりました。よろしくお願いします。主人公のゲントの上官でスカードを創設した地球防衛隊司令部の参謀長、春の烈役、加藤雅也さん。春の烈を演じさせていただきました加藤雅也です。よろしくお願いします。そしてもう一方、新番組ウルトラマンブレザーのメイン監督小柳慶吾さんとともにシリーズ構成も担当する田口清隆監督。ウルトラマンブレザーメイン監督の田口清隆です。今日は楽しんでいってください。ご登壇いただきました皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。申し遅れましたが、本日司会進行を務めさせていただきます篠塚あゆみと申します。どうぞ最後のお時間までよろしくお願いいたします。さあそれでは早速お話を伺ってまいりたいと思います。改めましてご出演の意気込みとご自身の役どころの紹介をお願いできたらと思います。まずはわらびのさん、お願いいたします。はい、改めましてわらびの智也です。ですね、ウルトラマン、まさか、自分が出れることになるとは思ってもいませんでした。小さい時にですね、赤白帽登下校の時にこう半分にしてウルトラマンにして、小学校登下校していたのを覚えています。まさか数十年後、自分が結婚してまさか、この作品とほぼ同じような設定で自分が昼間ゲントとしてウルトラマンのこの長い歴史の中の1ページに自分が加われることを誇りに思います。皆様にしっかりと納得できるウルトラマンの作品をお届けするために今日まで頑張ってまいりました。これからですね、いろんな
質問が来ますけども、ウルトラマンブレザーの魅力をたっぷりと皆さんに、お伝えしていきたいと思っておりますので、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて月宮さん、お願いいたします。はい、青部美役の月宮姫奈です。えみちゃんはですね、もう本当にめちゃめちゃ軸がしっかりとしていて、ですごくまあ、っすぐ で自分のやりたいことだったりとか、やるべきことに対してもう本当に真摯に突き進んでいくキャラクターになっています。それでいて弱さも持っていて、皆さんに愛されるようなキャラクターなんじゃないかなっていうのをすごく思っています。もう皆さんに早く見ていただきたいなっていう気持ちでいっぱいです。それでいてもう本当に今ね挨拶していただいただけでも分かると思うんですけども、めちゃめちゃみんなしっかりしていて超大人なウルトラマンだなって私ずっと撮りながら思っていました。新しい、形のウルトラマンになるんじゃないかなと思っているので、皆さん楽しみにしていてくださいです。楽しみにしています。よろしくお願いします。続いて梶原さん、お願いします。はい、坂東康信役の梶原颯です。決まった時はもうすごく嬉しくて、僕がまさかウルトラマンに出るなんてちょっと最初は信じられなかったです。もうちっちゃい時からずっと見てたし、ウルトラマンのゲームとかスーパーファミコンのゲームとかもしてたんで、だからもうなんかもう不思議な感覚ですね。はい。で、康信という役はですね、マスカードの一員の隊員なんですけど、機械がすごく大好きで、好きな機械に密かに名前をつけてめでるというちょっと気持ち悪い性癖持ってるんですけども。はい、機械フェチということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて内藤さん、お願いします。はい、南アンリ役を務めます内藤好美です。この作品に決まった時は本当に、皆さんと同じく夢のような話というか、撮影期間中も本当身近な人しか知らなかったので、ずっとそれを通してその発表になるまでずっと誰も知らない状態だったので、なんかちょっと本当に夢の中で撮影してるという感覚に近くて、よく寺脇さんともあれこれって現実なのかなみたいな、全然実感湧かないねなんて言ってたんですけど、まあ、本当に今の今までずっと実感が湧かないでいたんですけど、今日今ここに立ってみると、こうしてこう南アンリとして立てたことでなんかやっとこう喜びの実感が出てきて、やっと今日から本当に実際に夢じゃないんだっていう喜びに向き合えそうな気がしています。今日です、今です、今まではなんかちょっと撮ってたんですけど、まだ夢の中というか、本当にこうオンエアするのかちょっと信じられない気持ちというか、まだなんかそのリアルな感じがしてなかったんですけど、今日やっとなんかね、あ、本当に出るんだ世の中にっていう感じしません？めちゃめちゃしません？そう、最初はのだけど遅い、遅い、だいぶ遅い、だいぶ今、今日この瞬間に実感を持てたっていう感じなんですけど、まあ、南アンリーという役はちょっとなんて言うんでしょう、最初は朴突としたキャラで、まあ、人付き合いがちょっと苦手というか、まあ、任務が一番、上から言われてることに従ってれば間違いないという歩兵がちょっと長かったので、そういうところがあってこう皆さんの中に入った時にちょっと戸惑うんですけれども、まあ、徐々にこう変わったねメンバーと一緒に歩む中で自分の才能をどんどん覚醒していけるというところもあって、まあ、裏表のないまっすぐな女性です。はい、なのでそういうところも楽しんでいただけたら、人間模様もすごい面白いかなと思います。はい、ありがとうございます。放送がとっても楽しみですね。続いて伊藤さん、お願いします。はい、名倉輝明役を演じました伊藤裕樹と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、本当に皆様のお顔を直接見られることを本当に心から楽しみにしておりました。で、生配信で見ていただいている方もありがとうございます。なぜこんなに楽しみにしてたかというと、撮影中はですね、やっぱりスタッフさん、キャストさんと一緒にこう、まあ、チーム一丸となって作っていたんですけれども、
どういう方に見ていただくかっていうのはやはり想像だったんですね。なので本当にこうウルトラマンを愛してくださっている方に向けて今日できましたというご挨拶ができるということが本当に心から嬉しく思っております。皆様ありがとうございます。僕が演じました名倉輝明役はですね、もともと一般部隊火力誘導員だったんですけれどもスカードの所属になり副隊長を、命じられまして、一言で言うと、縁の下の力持ちといいますか、やはり怪獣生物学を専門としてその知識を生かして作戦を立案するという役を演じました。でやっぱり縁の下の力持ちということで作品を作っている間もこうスタッフキャストさんにとってこう頼りになる存在になれればなと願いながらずっと撮影をしておりました。なので今日も一つ皆様にお願いがありまして、今日のスカードメンバーですね、大人といえど緊張しております、はい、裏ではみんな神妙な面持ちでございましたのでどうか今日温かい目で見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは続いて加藤さんお願いいたします。はい、スカードの創設者の春の烈を演じさせていただきました。本当に最初この話をいただいた時、僕はこのウルトラマンっていうのはもう初代ウルトラマンで育って、ウルトラセブンになり帰ってきたウルトラマンになって太郎になりっていうもうそういうので育ってきた人間なのでウルトラマンは見るものであって出るものではないというもうそういう感覚で育ってるんで、あ、やるんだ自分がっていう驚きが非常にありました。でこんなにもすごいこう人気があるっていうのも子供の時はもう自分は熱狂して見てますけど改めて今日もこのなんか熱気で、ね、普段僕らが出る映画より熱気が全然あってすごいな、これぐらい会ってくれたら日本映画もいいなって思うんですけど、いや本当に僕の役はいろんなことが語れない役なんですね。なので一つだけ、私はウルトラマンにはなりません。ありがとうございます。本編が楽しみですね。続いて田口監督には意気込みと合わせて本作品全体の見どころを教えていただきたいと思います。はい、改めましてウルトラマンブレイザーメイン監督を務めます田口清隆です。僕個人的に今回のこのブレイザーがウルトラマン監督として10年目になりまして、本当に今まで培ってきた経験してきたことをいろんなことを全部ぶち込んだみたいな感じの一作になっています。本当にでいて本当に今回のこのスカードメンバー加藤さん含めみんなこうなんていうかそのままというか本当脚本僕本当に今回企画段階が企画の立ち上げから本当に全部でシリーズ構想もやってるんで脚本の段階から最初は何ならもう皆さんは当然キャスティングされてなくて文字の段階からやってたわけなんですけどもキャスティングされてこうずらっと並んだ時に本当は一緒に脚本作ってたみんながそのままの人たちが出てきたみたいな本当にでいてしかもプライベートというかこう普段話してて割と、みんなキャラがまんまに近いというか本当にゲントさんは本当に今俺この間ゲントさんと話してて終わったのが俺ゲントさんと話してんのかわらびのさんと話してんのか分かんないってそうかよく言ってたんですけどわらびのさんがどこにあるのか分かんないってよく言ってたんだけどのぐらいこうみんながでこの撮影をずっとやっていく間 の, このみんなの人間関係ができていく感じも本当に、今日見てもらって分かるんですけどその、言っちゃえば立ち上げから始まるような話なんでその人間関係が徐々にできていくのがそのまま現場でも起きていくようないろんな人間模様を見てなんか今回あえてこういう、ベテランの方から意外とこう僕ちょっと分かんないですみたいなやつからいろんなみんながこうねこう引きこもごもみたいな現場だったんで楽しかったですね。そんな模様がそのままこう映像に焼き付いているようなウルトラマンになっていて本当に今回は特撮の方もですねいろんな話し合いをしながら
本当かつてなくいろんな話し合いを、今回テーマはコミュニケーションなんて言ってるんですけども、本当にそれは自分にも課してたんですけども、現場でもそれはやろうってちょっと思っていて、本当ずっとみんな何かしら彼ら自身、彼ら同士もそうだし、特撮の方でもそうだったし、本当にいろんな話し合いをもとに作っていったウルトラマンになっているかと思います。だからなのでもちろん明るく楽しく、あのなんだろう、ちょっと特報とかでちょっと今までのウルトラマンと違う色出そうぜってこうバッとこうね、違う色を出そうっていうのは特報を出したんで、ちょっとどうかなと思ってる人もいるかもしれないですけど、基本明るく楽しいね、あの、うん、全然本当にウルトラマンって、ウルトラマンってこうだよねっていう、なんか本当は悪いけど いい意味で当たり前のウルトラマンになってると思います。でもその代わりその裏に下敷きに敷いたものはかなり本気で手を込んでことをやったと思っています。そんな感じのウルトラマンです。あのお楽しみいただけたらと思っております。よろしくお願いします。お願いします。さあそして監督、撮影の進行状況はいかがでしょうか。ね、台本に1個だけ書いてあったことを忘れるっていうあのなんと実は撮影はもう完了しておりまして、はい、初めてなんじゃないかな、そのこうやって揃って発表って時にまだ撮影がもうすでに終わってたっていうのは多分初めてだったと思うんですけども、実はもうみんな完全にすっきりした状態なんだよね、はい、結構終わるまではもううんってなってた人も結構いたんだけども、こうねみんな並んでてやりきった感のある、あの爽やかな笑顔で今日この発表会をできてよかったなと思ってます。特撮も含めて全部実は撮影が終わっていて、今仕上げの真っ最中、各監督仕上げ班が全力でフル稼働しているところでございます。はい、ありがとうございます。改めてクランクアップ本当におめでとうございます。ありがとうございます。さあそしてキャストの皆様、長らくね、撮影されてこられたと思いますが、作品への熱い思いがたくさん溢れてるかと思いますが、今放送スタート目前に、ここは注目して見てほしいといった見どころを教えていただけたらと思います。まずは加藤さんからお願いします。僕ですか。いや見どころですか。今回ウルトラマンに変身するあの、ゲントが、はい、家族を持ってるっていう、子供がいるっていうのは僕にとってはすごい衝撃的だったんですね。なんかウルトラマンに変身する人はなんか普段どんな生活してるのかわからなかったんですけど、今回はそこがあるんで非常にそこは絶対見てもらいたい。ウルトラマンが家でどのようにご飯を食べてるかこれは見どころの一つですね。隊長が変身するっていうのも初めてですよね。そうみたいですね。まあ、僕はそこまで分からなかったんですけど、それを聞いて責任感といいますか、やっぱり新しいことにチャレンジするその責任の重さというものをやっぱり現場入ってから感じてました。はい、ぜひウルトラマンの素顔も注目していただきつつ、ぜひね、体調に注目していただけたらと思います。はい、続いて伊藤さんお願いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、ウルトラマンブレイザーは、スカードがですね、みんな初めましてのところから、スタートし、そして、まあ、怪獣とともにこう輪を進めていくという話なんですけれども、こう見どころというか、こう僕らスカードがどういう、こう距離感でこう進んでいくかとか、つながり、それぞれのつながりだったりとか、またはその我々とブレーザーだったり、我々と怪獣だったり、そこもどん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 輪を追うごとに変わっていくんですね。その変わる様を、まあ、キャストスタッフさんでみんなで話し合って作ったという、気持ちがありますので、そこはどうぞその変わった先に何が起こるのかというのを皆さん見届けていただけたらありがたいです。はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、スカートの成長物語にもご注目いただけたらと思います。続いて内藤さんお願いいたします。はい、まあ、私たちの見どころを語ると言ったら彼がいないと始まらないんじゃないかなと思うので、隊長お願いしてもいいですか。了解。アースガロンゴー。Copy all. We are go for motor sequence start. South suppression water system activated. 5, 4, 3, 2, 1.
全長 50m、 重量25,000トン、主武装は口から発射する火電粒子砲アースファイヤー、副武装は両腕の 105mm 機関榴弾砲アースガン、それからビブ、尻尾にあるゴセルのテイル VLS、 液体燃料のメインエンジンを備え、最高速度マッハ4で作戦区域に緊急展開できます。極秘に開発されていたスカード主力のメカ23式特殊戦術機構銃アースガロンです。出撃せよアースガロン。よし、攻撃開始。キャプテンコップロックオン。さあ、地球を守れ、デラックスアースガロン。さあ、なんとなんとアースガロンも駆けつけてくれました。ありがとうございます。そしてぜひね、デラックスアースガロンも楽しみにお待ちください。そしてアースガロンがいないと始まらないとのことでしたが、ナイトさん、改めて見どころを教えていただけますでしょうか。はい、アースガロンに私と安信さんはパイロットとして、まず最初に安信さん、説明ありがとうございます。はい、頑張りました。アースガロンの説明をしてくださいました。ありがとうございます。はい、私と安信さんが操縦士としてローテーションを組んでいて、機長として隊長と副隊長が一緒に乗るんですけれども、アースガロン本当に見てほしいところはコックピットの中なんですけど、まあ細かい、すごい、まあ本当にリアルといいますか、一つ一つボタンも全部点滅しますし、こう実際にこう本当に景色が見えるような振動も感じますし、とにかくコックピットの中、ぜひ皆さん目を凝らして見ていただきたいです。はい、そしてこのアースガロのお目元なんですけれども、はい、こちらですね。はい、めちゃくちゃ可愛い。お目元がね、めちゃくちゃ可愛いんですね、これ、ね、本当に可愛くて、これ見てください。ほら、隊長の横に皆さんついてるんですけど、このスカードのマーク全部目なんですね。アースガロの目なんです。はい、これがね、本当にアースガロン特徴といいますか、これはもう皆さんも可愛い、かっこいいと思っていただけるなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ぜひアースガロの素敵な目とコックピットに注目していただきたいと思います。続いて素敵な説明をいただきました、はい、梶原さん、お願いします。はい、この素晴らしいメカを作った人です。どうもやっぱそのアースガロンとか怪獣とのそのでかいモンスターとのやっぱ戦いはものすごい迫力あるんで、そこはもう見どころかなと思います。でもこの巨体でマッハ4で走りますからね、そんないないですから。戦闘機のマッハ1です、調べました、さっき。はい、さっきかだからもう本当にこのでかい怪獣同士の戦い、皆さん期待しててくださいな、アースガロン。ありがとうございます。さあ、ぜひ大迫力の、ね、いい戦いにもご注目いただけたらと思います。続いて月宮さん、お願いします。はい、そうですね、わ、見どころちょっとたくさんありすぎちゃって、みんなが言ってないこと言おうとちょっと頑張ってたんですけど、じゃあ私は関係性、ちょっとさっきね、寺脇副隊長が言ってくれてたんですけど、関係性についてちょっと話したいなと思うんですけど、まあ、それぞれ親子とかね、奥さんとの関係性もそうですし、はい、隊員との関係性もそうですし、アースガロンとの関係性もそうなんですけど、いろんな関係性がある中でのコミュニケーションを通して、本当にキャラクターみんながどん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 成長して、いくんですね。で、なんだろう、これはやっぱりウルトラマンブレイザーなので、ウルトラマンの、主人公のゲント隊長のお話なんですけど、そこの中にも各隊員だったりとか各キャラクターの中での心の動きがすごくしっかりと描かれていたりとかするので、それでいてやっぱり裏でね、私たち俳優同士でなんかどんな風に思っているのかとか、
なんかどういう思いで今まで生きてきたのかとか、そういう細かいところまで本当に繊細に描いているので、そういう心のちょっとした、変化だったりとか摩擦だったりとか、葛藤だったりとか、そういう部分も見ていただけるとすごく嬉しいなって思います。ありがとうございます。さあ皆さん、ぜひ人間模様にもご注目いただけたらと思います。それではわらびのさん、お願いします。はい、本作の見どころ、テーマはコミュニケーションですが、コミュニケーションとはなんか各々の解釈たくさんあると思います。僕はこのフィルマ・ゲントとしてスカードの隊員とどのようにコミュニケーションを繰り広げて、どれぐらいの距離感を保つべきなのか、上司とはどれぐらいの距離感で接するべきなのかなど、そういったことを考えながらフィルマ・ゲントを日常生活で演じていました。自分の私生活がまるでフィルマ・ゲントのように振る舞うことで、きっと現場でもそういう感じでいけるだろうと。そして、最初はスカード全員招集したのがクランクインしてからちょっと経って1ヶ月後ぐらいだったんですけど、それを少しずつ間隔を短くしていくことで、みんなとの絆がきっとカメラの向こう側に皆さんに伝わると信じて今日までやってきました。そういったことも含めて、もちろん皆さん気になるのはウルトラマンブレイザーいつ変身するのとか、どうやって戦うの、どれぐらい強いのかっていうのを気になると思います。もちろんそうだと思います。でもそこに行くには、僕たちが例えばブレイザーにバトンを渡さなきゃいけないことだったり、ブレイザーから僕らにバトンが渡されることだってもしかしたらあるかもしれません。そういったところも、深掘りして、ウルトラマンブレイザーというものは描かれていると僕は思っています。なので最終回までどうぞご期待ください。最終回まで目が離せませんね。ありがとうございます。さあそしてその注目の変身ポーズですが、ぜひ今日お集まりいただいた皆様の目の前で本邦初公開生変身お願いしてもよろしいでしょうか。了解。それでは変身スタートの掛け声はぜひ田口監督にお願いできたらと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは田口監督お願いします。じゃあお願いします。よーい、はい、俺が行く。正義の巨人ウルトラマンブレザーの登場です。ゲントが正義のために強く力を欲したとき、変身アイテムブレザーブレスが左腕に出現。光の力を宿した結晶体ブレザーストーンを装填すると、ゲントの心と呼応し、まばゆい光を放ちながらその姿を表す新ウルトラヒーローです。未知なる思いを紡ぎ合いながら、命を懸けてこの地球を守る熱い戦いが今切って幕を落とされました。初めての生変身をご披露いただきましたゲント隊長ことわらびの智也さん、そしてウルトラマンブレイザーに今一度大きな拍手をお願いいたします。さあわらびのさん、はい、皆様の目の前での初変身いかがでしたでしょうか。少し恥ずかしいですね。なかなか見られながら変身することないですもんね。そうですね。こんなにたくさんの方に、ね、見られてちょっと変身は恥ずかしいですが、まあ、地球を救うためですので、これからも活躍ご期待しております。
そしてキャストの皆様、目の前で生変身を見ていかがでしたでしょうか。まずは月宮さんいかがですか。はい、私たち、撮影中にこの変身するところ見ないですもんね。一回見たことないですよね。あります。だから初めて本当に見てめちゃくちゃもう興奮がやばいんですけど、本当に照れてる、照れてます。興奮冷めやらぬ感じですよね、皆様も。ありがとうございます。続いて梶原さんいかがですか。いや羨ましいです。僕も変身したい。どうぞいいですか。やらせていただきたいです。でも本当ブレーザーのデザインがちょっと 横向いていただいていいですか。ブレーザーさん横、あまり気やすく話しかけるな。おお、かっこいいですね。ここの厚みすごい、もう胸筋、ここの胸筋がもうすごい。もうブレーザーを目の前で見るのもね、興奮冷めやらぬとこかと思いますが、はい、続いて内藤さんいかがですか。はい、あの姫ちゃんと同じなんです。あ、姫ちゃんと同じちゃんすいません、エミさんと同じなんですけれども、あの生でこう変身するの初めて見るので、体調本当にブレーザーになるんだ、いや分かるっていう感じで、本当に今日ね初めてなんか、あ本当にやるんだなっていう気持ちで、はい、見てすごいやっぱかっこいいですね、ブレーザーさん。やっぱり筋肉がねいいですよね、本当に胸筋の厚みといい、この肩の丸みといいね、本当にフォルムが素敵でね、安本さんね、最高ですね、この筋肉。ちゃんと意味があったりしてね、こういうところにしっかり意味があったりしてね。いやそうなんです、デザインにも意味が、デザインに意味があるのかもしれないですよ。かもしれないですし、そこをね、触りたい触らないでもらってもいつかぜひはいですね、ありがとうございます。続いて伊藤さんいかがですか。いいなって思ってみんな羨ましいですよね。あの僕はこう変身した後にブレーザーがこう胸で呼吸するんですよね。この感じがたまらなく好きでそうですよ、分かる、そうそうそう、はい、ちょっとこうもしさあの映像でそれが映っていたら皆さんあのドアップにしてゆっくりそれを堪能していただければと思います。息遣いにもぜひご注目いただけたらと思います。そして加藤さんいかがですか。やっぱりね、僕ら子供の頃は変身したかったんですから ね。そうですよね。 今僕が変身したらウルトラマンキングぐらいやね。もうかっこいいですね、それは。そんなことないです。それだったらこう立ってるだけで戦わないでそのまま帰っていくみたいな家族が揃うときだからね。そんな姿も、まあ、そういうことで、あのこの先出てくるかもしれないですね。監督どうでしょう。かもしれないですね。はい、ありがとうございます。神秘的なブレーザーの活躍、皆様お楽しみに。そしてわらべのさん、改めて生返信ありがとうございました。ありがとうございました。今ゲントがブレーザーへの変身に使った変身アイテム、ブレーザーブレス、そしてブレーザーストーンが株式会社バンダイから第1話放送と同日の7月8日土曜日におもちゃになって発売されます。こちらをご覧ください。ブレーザーストーンをブレーザーブレスにセット、光のアニメーションで変身だ。行くぞブレーザー、デラックスブレーザーブレス、ストーンを変えるとアニメーションが変わる。ありがとうございます。さあというわけでご登壇の皆様に今ご覧いただきましたデラックスブレーザーブレスを使って発表会恒例変身チャレンジに挑戦していただこうと思っております。バンダイデラックスブレーザーブレスはこちらスクリーンに出ております通り10個のブレーザーストーンがセットになった最強なりきりセットと、こちらですね、ウルトラマンブレーザーと Z のストーンがセットになった電光変身デラックスブレーザーブレスの2種類が発売されます。そしてこのいずれかをお買い上げいただいた方に先着でなんとウルトラマンゼロをモチーフにしたニュージェネストーンをプレゼントするキャンペーンも発売と同時にスタートいたします。詳しくはバンダイ公式サイトでチェックいただけたらと思います。さあそしてね、もう一度詳しく、ね、説明していきたいと思いますよ。
今ゲント隊員がねブレーザーに変身するために使った変身アイテムブレーザーブレス、そしてブレーザーストーンが株式会社バンダイから第1話放送と同日の7月8日土曜日におもちゃになって発売されます。そしてね、今皆さんもお気づきかと思いますが、準備していただいておりまして、デラックスブレーザーブレスを使って発表会恒例変身チャレンジに挑戦していただこうと思っております。さあそれでは皆さんの準備が整ったようです。もう一度ステージの上にお願いいたします。さあ皆様にはデラックスブレーザーブレスを装着していただきました。わらびのさん、先ほどの生変身、ぜひ詳しく変身の仕方を教えていただけたらと思います。はい、承知しました。まず強く願うこと、はい、大事ですよね。強く願うこと、変身したいではない、何か出現している、倒さなきゃいけない、倒さなきゃいけない、もしくは守らなければいけない、そういった心を持って俺が行くんで、俺が行くと言います。そしてブレスを自分の胸の前に持ってきます。ポケットからブレーザーストーンを取り出し、これには方向があって、ズームしていただけると分かるんですが、このウルトラマンの顔の少し上のところに三角のここですよというものがあります。ありがとうございます。これをしっかりと確認した上で、できれば正面を向いたまんま入れるのがかっこいいですね。そこでせーので入れます。すると開きますんで、ここが光り始めるんで、これが変身する一歩手前です。あとは強い力を持って横にあるボタンを押す。するとみんなウルトラマンブレザーだ。ありがとうございます。それでは早速ですが、先ほどと同じく田口監督の掛け声で全員同時に変身をお願いしたいと思います。これは僕らも俺が行くって言っていいんですか？ぜひ。どうでしょう田口監督。じゃあ皆さん僕のせーので俺が行く、俺から始めていただければと思います。俺、私、私、俺、私、俺に統一しんじゃないかな、俺が行く、はい。じゃあせーのでいきますよ。皆さんよろしいですね、はい、じゃあいきます。せーの、俺が行く、俺が行く。さあ三角の矢印はありますでしょうか？合ってますよ。三角が小さくて見えない。あ、本当ですか。すいません、ちょっと小さくて見えないみたいです。ウルトラマンキング用にしてくれるんだ。バネさんお願いします。これな、これな、よし。はい、この三角形ですね。はい、お願いします。参謀長お願いします。ではもう一度お願いします。はい、もう一度行こうね。俺が行くから、みんなとせーのから、せーのからでもよろしいでしょうか？すみません。じゃあもう一回お願いします。じゃあもう一回いきます。せーの、俺が行く。ストーンを取り出す。オッケー、せーの。大丈夫でしょうか？その後仲間の絆が見えております。ありがとうございます。ブレスの向きが逆だったんでしょう。ちょっと解除する。開いた開いた、解除だ。ちょ、もう一回行く。つけてるとこが、あ、逆なんだな。これ、逆さまに逆さまだな。これでも変身できますかね、うん、これもう、だってみんな待機状態終わっちゃったでしょ。一回解除しました。一回解除ですね。いやいや、ヤスさん、もう一回、もう一回ですね。ヤスノブ。まあまあまあ、まあまあまあ、こういうこともあります。はい、まあ、いつもこの流れだもんね。そうです。スカートでいるときは大体いつもこの流れで大丈夫です。ですね、いけそうですね。皆様、はい、生温かい目でお願いいたします。
もう一度せーのからお願いいたします。じゃあ3度目の正直ということでよろしくお願いします。じゃあ行きますよ、せーの、俺がやる。ストーンを出す。オーケー、ヤス、いいか、はい、いくぞ。いや、そこじゃない、ちょそこだな、いくぞ、いくぞ、せーの。キング、行きましょう、押しましょう、押します、せーの。揃っての生変身が決まりました。大きな拍手ありがとうございました。続いてはエンディングテーマの初披露です。さあお聴きください、マイガリンでブラックスター。が読めなくて命令砕まいて無量のモーション、目をそらさないってもっと知らないこと見せて、苦しんで勝たさないで運命だって気づいて、いつだって一緒ないモーション、そうはいらないわ。ねえストーリング中心の目の奥でダイヤモンドみたいに強く閃光花で今一つになって繋ぐ未来へさ、暗闇切り裂いて遥かな場所へ、限界何度も突破して、恐れてないで希望途切れぬように、信じなくの戦いを砕いて、音よ響け、すれ違うからコンピケイレー土妻をセコミュニケーション、意地がわしかり試さないで真実をただ見せて、ねえストーリング中心胸の奥のダイヤモンドよりも硬い絆なんて突き詰め、奪えない衝動人生返さ、渦巻く光で浴びて未知なる場所へ、まるで迷路うだらないで鼓動の音色、ブレイクなんかしないっていうの真実をただ見せて、脈打ち続ける愛せ貫いてこの世界を、誰ももう迷わぬように輝いて照らして、今一つになってすまく未来へさ、恐れてないで希望と切れるように、信じなくの瞬くを砕いて、鼓動よ響け、メッキター恐れないで未来、ありがとうございました。
ございます。それではここで本日登壇者の皆様に改めてご登壇いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。さあここで改めてアーティストのお二人をご紹介させていただきます。この発表会の冒頭で素晴らしい歌声をご披露いただきましたオープニング主題歌僕らのスペクトラを担当されたアニソン界の実力派シンガー北谷ひろしさん。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいい曲です。そして魂込めて歌いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてただいまエンディングテーマブラックスターを歌っていただきましたタイ出身のアニソンシンガーマイダリンさんです。サディハー、タイ出身のアニソンシンガーマイダリンです。今日は全力でパフォーマンスしました。皆さんが喜んでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではここでお二人にこの楽曲担当が決まった時のお気持ちお聞かせいただきたいと思います。まずは北谷さんお願いします。そうですね、やっぱり男子たるや、男子に生まれたからにはやっぱりこのヒーローというか、ウルトラマン、もやっぱその憧れっていうのすごくありますし、やっぱその主題歌を歌えるっていうのはやっぱりすごく幸せだなと思いましたし、何よりやっぱ母親がなんか喜んでいただいたっていうのが、なんか親孝行できたなっていうのがあります。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてマイナリンさんお願いします。はい、そうですね、私が行ってた幼稚園にもウルトラマンが流れていて、タイの子供たちにとってもウルトラマンが、初めてのヒーローっていう感じでした。タイでも知らない方もいないし、世界中の皆さんの宝物な作品のエンディングテーマを担当させてもらって、なんか言葉が出ないくらい光栄でしたね。はい、ありがとうございます。胸いっぱいのお気持ちしっかりと伝わりました。さあそしてお二人に今度は楽曲に込められた思いもお聞かせいただけたらと思います。まずはマイナリンさんからお願いします。はい、そうですね、私が歌うブラックスターは、仲間たち、仲間とのコミュニケーションがメインテーマになってます。困難を乗り越えるときに、たまに一人じゃ難しい時とか絶対あると思うので、その時に一番大事なのは仲間のことを信じること、そして仲間に自分のことを信じてもらうこと、そのために、仲間とコミュニケーションを取りながら一つになって一緒に戦っていくぞっていう気持ち、メッセージを込めた曲になってます。ありがとうございます。すごく心に響く、ね、ブラックスターでしたよね。続いて北谷さんお願いします。そうですね、ストレートにもうブレイザーの応援歌として、この一曲になったらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。毎週土曜朝、ね、これが聞けると思うとワクワクしますよね。今お二人にお話をお伺いしましたオープニング主題歌の僕らのスペクトラ、エンディングテーマブラックスターはどちらも7月22日土曜日にランティスから CD が発売されます。ぜひお求めくださいませ。ありがとうございます。そして同じく7月22日土曜日に夏休み恒例の一大イベントが開幕いたします。夏はウル様、大迫力の展示やステージショーでウルトラヒーローの世界へ飛び込もう。ウルトラマンブレイザーはもちろん、さまざまなウルトラヒーローがステージに毎日登場。池袋サンシャインシティで待ってるぞ。さあこちらもぜひお楽しみに。さあそして生配信でご覧のファンの皆様、
本日のプレミア発表会、実は東京池袋のサンシャイン劇場からお届けしております。この目の前でありますサンシャインシティ文化会館 B ホールにて、今年もウルトラヒーローズエキスポ2023サマーフェスティバル通常ウルサマを開催いたします。会場内には歴代ウルトラマンシリーズの展示はもちろん、特殊部隊エスカードの作戦指揮所の再現や、先ほどお話にもありました特戦銃アースガロンのコックピットの展示など、ウルトラマンブレイザーの世界をたっぷり体感できる楽しい企画もたくさんご用意しております。そしてなんといってもイベントの目玉は、ついに声出し応援ができるようになったド迫力のザ・ライブステージ。このステージになんとスカードの皆様ゲスト登場することが決定いたしました。さあ、ご覧のスケジュールでゲント隊長、テルアキ副隊長、エミ隊員、ヤスノブ隊員、アンリ隊員がステージにゲスト出演いたします。前売りチケットは絶賛発売中です。詳しくはイベント公式サイトでチェックしてください。皆様お待ちしております。待ってます。待ってます。さあ、そしてここサンシャインシティといえば、ウルサマ以外にもう一つ重要なお知らせがございます。7月8日土曜朝9時に放送スタートとなる本作の第1話、ファーストウェーブでは、ゲントとブレイザーが出会う宇宙攻殻怪獣バザンガとの戦いが描かれますが、その背景となる戦いの場がなんとこの池袋の街なんです。サンシャインシティ様全面ご協力のもと大掛かりなロケを遂行し、圧巻の第1話が完成いたしました。この第1話は7月1日土曜放送のウルトラマンブレイザー直前スペシャルに続いて、テレビ東京系6局ネットで7月8日土曜朝9時に放送となりますが、もちろん放送終了後に無料見逃し配信も実施いたします。そして日付時間は異なりますが、ご覧の放送局でもウルトラマンブレイザーの地上波放送がスタートいたしますので、絶対に1話からお見逃しなく。絶対に見てくれ。よろしくお願いいたします。さあ、それでは最後に第1話登場怪獣バザンガをはじめ、本作に登場する怪獣たちをフォトセッションに先立ってお披露目いたしましょう。命の行方を照らすため、光よ明日を導け。攻殻怪獣バザンガ、身長51メートル、体重26000トン。第2話スカードを作った男に登場、深海怪獣ゲイドス、身長50メートル、体重2万トン。第3話その名はアースガロンに登場、甲虫怪獣タカヌラ、身長60メートル、体重5万トン。第4話エミ核戦いエリーに登場、軟体怪獣レビーラ、身長0-55メートル、体重0-3万トン。以上4体の新たなる怪獣がテレビ東京にて7月に放送されるウルトラマンブレイザーに登場いたします。今ここに揃った見たこともない怪獣や宇宙人たちの他にも、まだまだたくさんの怪獣たちが新番組ウルトラマンブレイザーの物語を彩ります。どうぞご期待ください。それでは本日公開の最新ポスターとともに、マスコミの皆様によるフォトセッションを行いたいと思います。ご登壇の皆様、そしてマスコミの皆様、そしてスタッフの皆様、ご準備の方よろしくお願いいたします。さあ、そしてマスコミの方のフォトセッションが終わりましたら、続いて広報のムービーカメラのセッションを行います。その後、本日ご来場いただいたつぶらやイマジネーション宣伝隊員の皆様のお手持ちのカメラ、スマートフォンでの写真撮影のお時間も設けさせていただきます。皆様、シャッターは切らずにカメラご準備してお待ちください。また本日写真のみとなっておりまして、動画の撮影はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。撮影タイムは10秒間となります。
お撮りになったお写真は発表会終了後、本日の感想を合わせて、絶対に本編の内容のネタバレはされませんよ。ハッシュタグウルトラマンブレーザーとつけて皆様の SNS にどしどしご投稿いただけますようお願いいたします。さあこの後改めてお客様のフォトセッションの時間設けさせていただきますので、今はご準備だけで、まだね向けないようにご協力お願いします。シャッターが切れるように準備だけでお願いいたします。ありがとうございます。今手を挙げてくださっている方に目線をお願いいたします。ありがとうございます。その右側隣の方お願いします。続いてまた右側の方にお願いいたします。手を挙げてくださっている方に目線をお願いいたします。もう少し右側に目線お願いします。ありがとうございます。いかがでしょうか。センターのカメラにお願いします。ありがとうございます。では続いて後方ムービーの方に目線お願いいただけますでしょうか。こちらワンポーズでよろしいでしょうか。手を振っていただけたらと思います。どうでしょう、大丈夫そうでしょうか。ありがとうございます。それでは前列の皆様少しご移動の方お願いいたします。それでは、お客様お待たせしました。カメラのご準備をお願いします。今から10秒間数えさせていただきますので、ぜひ素敵なお写真収めていただけたらと思います。それではお願いします。10 9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、まもなく最後です。最後0。ありがとうございました。以上をもちましてお客様向けのフォトセッションも終了とさせていただきます。携帯電話やカメラは今一度おカバンの中におしまいいただきますようお願いいたします。それではこれをもちましてウルトラマンブレーザープレミア発表会の制作発表パートは終了となります。この後の観戦披露の後にご登壇者の皆様には一言ずつご挨拶をいただきますが、ここでお帰りになられるマスコミの方、また生配信は間もなく終了となりますので、ここで代表してわらびのさんから一言メッセージを頂戴できたらと思います。はい、それでは大丈夫そうでしょうか。ちょっとずれてるけど、まあ ありがとうございます。マイクありますでしょうか。三本調子でございます。ありがとうございます。マスコミの方は帰られるということで、このウルトラマンブレイザーを
ここまで走り切るために、今日この舞台上にいる人だけではなく見えない方たちの力のおかげで僕たち今この板の上に立たせていただいています。ウルトラマンブレイザーを何でしょう、一言でというのは非常に難しいんですが、僕たちは信じる心、信じる心だけを信じて、それだけを信じてこのウルトラマンブレイザーに挑んできました。隊員との、先ほども申し上げましたが、隊員との距離感、お互いの信頼しているかどうかということ、そういったこと、監督との信頼関係、そういったことも含めて台本と全力でぶつかってきました。僕は何十年か経ってウルトラマンというものになれました。それはどこか自分がいつか守れる存在になりたいと信じていたからきっとなれたんだと、ブレイザーが僕のところにやってきてくれたんだと思ってます。最後までこのウルトラマンブレイザーを、盛り上げていくためには皆さんのお力が必要です。そして宣伝隊員の皆様、そして YouTube 今ご覧になっている皆さん、皆さんの力が必要です。ウルトラマンブレイザーを盛り上げるためにどうぞ最後まで俺たちと一緒に戦ってくれ。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして制作発表パートは終了となります。ご登壇者の皆様には一旦ご降壇いただきます。ご鑑賞の皆様、今一度大きな拍手でお見送りください。発表パートのみご出演いただきましたマスコミの皆様、誠にありがとうございました。お忘れ物などないようお気をつけてお帰りくださいませ。そして生配信をご覧いただきました全国のファンの皆様、これで配信は終了となります。7月8日土曜朝9時からスタート、新番組ウルトラマンブレイザーの活躍ぜひご期待くださいませ。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。